ダニー・グローバーはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。身長192センチメートル。名前の発音はダニー・グラバーの方が原音に近い。サンフランシスコ州立大学などで演技を学び、昼間は死の仕事をしながら下積み生活を送る。やがてブロードウェイに進出してシアターワールド賞を受賞。 その後も多くの舞台に立ちながら1979年にアルカトラズからの脱出で映画デビュー。1984年にプレイスインザハートのノーフを演じて以降、カラーパープル、ケージジョンブック、目撃者、シルバラードなど映画でのキャリアを積み名脇役としての評価を上げると、1987年のリーサルウェポンで一役ハリウッドスターの仲間入りを果たし、 プレデター2などでは主演も務めた。1975年に結婚。カズメがいる。1994年、劇団ロビーシアターカンパニーを俳優ベンギロリと共同でカリフォルニア州ロサンゼルスに設立した。多文化主義の演劇と行進の育成にも力を注いでいる。2008年にはカナダでデモ中に不法侵入で逮捕されている。2010年には 不公正な小取引方法に抗議するデモに参加中、不法侵入で逮捕された。ありがとうございます。